どうもタブヤンです。今回はカプコンさんの1990年ファミコンソフトロックマン3ドクター・ワイリーの最後をプレイしたいと思います。ロックマンシリーズ3作目の挑戦ですね。さあ行きましょう。いつものようにボスを選ぶパターンですね。8人いますね。真ん中選ぶとどうなるの？あ、選べないか。どうしよう。スネークマン行こうか。ヘビ自体は苦手だけどね。さあ行きましょう。ロックマン。お。さあこのロックマン3はねほとんど初見プレイです。 A ボタンと下でスライディングできるんだ。へえ、なんか野球の盗塁とかできそう。こんな感じで、あ、1塁から2塁盗塁、よし行こう。準備運動終わり。開いた。変える。難易度はね、ロックマン2の方が難しいらしいんで。お、いきなりワンナップ出ましたよ。これは必ず出るのかな。ラッキー。あ、ポーズするとこんな感じ。ネクスト RC ってなるんだろうね。あ、なになになに、こういう猫。え、あ、なにこれ。え、なになになに、なんかできるんだけど。何の説明もないけどね。よくわからんけど、使うときに高いところに登るときとか。開いた。あ、これはこれで回復か。あれ、どうするんだ。なんかよくわからん。やばい、もう死にかけ。わあ、なにこれ。おお、めっちゃ強いんだけど。ああ、なに今の。あ、体力回復ある。あ、痛い、死にたくない。よーし、窮地を脱しました。行けるとこまで行こう。でも面白いね、相変わらずロックマンね。おーおーおお、何なんだ今の攻撃は。あー、お掃除野郎め。おー、なんだこいつは。でも弱い。門番的なやつですね。あ、またいる。ミスらなければ勝てるよこいつ。あー、ミスった。こういうことが起こるんだね。でもロックマン2をねミニファミコンでやりましたからね。ロックマン2よりは難易度が下がってるみたいですからね。あれ、あー、また復活した。くそ、あれ取りに行きたいな。取りに行こう。あー、しまった。あ、ワンナップラッキー。今日2つ目のワンナップ。そしてこれなんだろう。これね、どうやって取るんだろうな。もう一回挑戦してみようかな。あ、こうか。これで、で、回復して、戻しておこう。これでいいんだね。オッケー。見たびこいつと戦い。
ロックマンシリーズはあれだよね、あの特典がロックマン1は特典あるんですけど、それ以降は特典なくて、で時間制限がないんだよね。あーやられた。あー倒した。しんどいなーこのねこいつ。あー来た。やばいやばい、こいつの行動パターンが把握できてない。大ジャンプか、大ジャンプ。よしよし。あ、ところどころに体力回復が置かれてるのは嬉しいね。あ、こいつノーダメージでやっつけたいな。お掃除やろう。あー、もったいない。ジャンプジャンプ。よし。あー、何これ、上まで連れてってくれるの。ジャンプ、一番上でジャンプ、一番上でジャンプ。何これ面白いね。一番ちょっとな、あー危ない届かなかった。どっからだこれ。大ジャンプ、こいつ嫌いだわこいつ倒してからすぐジャンプだね。あーダメだ、アイテム出なかった。さあさっきのとこまで来たよ、リベンジだね。これなんか自分で操作できないのかな。ほっ、この雲ね、それができないみたいですね。危ない、ギリギリ。あー危ない。くー、さあ3度目の正直、もう行っちゃったね。よし、ここだね、さっき落ちたの。これ難しいな、ギリギリでジャンプ。よし、ここはもう、あー危ない。あー、なんで、何今の、ちょっとおとなしくしてたのに。まただー、雲に綺麗に乗れない、なんでさあラスト一機ですね。今度こそ、今度こそ突破したい。ここね、動かない方がいいね、雲が出てくるとき。ここでね、おとなしくしてる方がいいね。それで落ちたらもうね、諦めますよ、ここね。落ち着いて、危ない。相性合わないな。なんか空飛ぶ、なんかアイテム出し取ったらクリアできるのかな。他の面やってみましょう初っ端からちょっとね。トップマン行こうか。トップマン、トップマンステージ。何この蜂の巣的な。何何何、あ、いた。うわ、めっちゃ強いやん。あ、いたたたた、やばいやばいやばい。スライディング、スライディングは攻撃にはならないのか。スライディングは攻撃にはならない。スライディング、スライディング、スライディング。よし、逃げた。何このコマ。うわー、何何何、うわー、嘘でしょ。めっちゃ強いやんこいつ。あ、強い。あー、もう死にかけです、やばー。よっと、あ、上に行けない。これはセレクトで、これか、犬。あれ、あら、ここでは出せない。嘘ー、
取れないのか。しょうがないな。ジャンプ、ジャンプ。よし、突破したぞ。今度はなんだ。慎重に。あ、ブルドーザー来た。なんだ、なんだあいつ。慎重に。回復欲しい、回復。あ、ワンナップ、ワンナップと回復、あれ欲しいな。どうやって取れるんだろう。あいつ倒せばいいのか。あいつ、あ、また来た。あ、降りてこないんだあいつ。でもちょっと果敢に取りに行こう。あいつが下がったとこで、よし。あー、ダメだ、くそ。もう一回だ。よし、倒した。よし、スライディングでワンナップ回復。よし、こいつなんか覚えてる、 このキャラ覚えてる。ロックマン2で出てきた。あいた、強くなってない、タイミングが。よし、突破した。回復欲しいな。あー、ボスか。猫、猫じゃらしみたいなのすげえ。あ、やばい、もう死ぬ、もう死ぬ。かわせ、最新の注意でかわせ。スロー、あー、猫め。最初からかこれ。あー、最初からだ、難しい。でもここは一度プレイしてるからね。ノーダメージでいこう。あ、おう、スライディング、よし、ノーダメージできたぞ。ここ難しいね。あ、これで、あ、めっちゃいい場所見つけたこれ楽勝じゃん。よーし、はめてやりましたよ。そして次がこれだね。おっと、これ落ちたら多分一撃で死ぬやつだよね。次猫か、あ、まだか。あ、これ上のアイテム取りたいんだよね。あ、もうなくなってるんだ。一回取ったからね、当たり前か。なあ、近づいてきた、近づいてきた。あ、くそ、かわせ。よし、さあ次猫か。と言ってもどう、対策ないんだよね。あ、これまた落ちずに、あ、無理か。え、この、あ、これも壊せるんだ。あー、何してんの。あ、回復。あ、壊せばよかったんだ。なんだこの、あー、何こいつ、ムカつく。あ、ムカつく。あ、また猫じゃらし来た。あ、当たらない、猫じゃらしに。でもキリがない。あー、しんどいわこれ。あ、よし、倒した。あー、疲れた。体力回復させてくれ。十分私にとっては難しいじゃないか、レッドマン3。あー、来た。これ突撃しかない。おら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 、よし。また猫じゃらし、しつこすぎるじゃん。あ、これは壁がないから。よし、倒した。もう限界ですよこれ。死ぬとまた最初からなんだろうな、それが嫌だよね。おお、あれ、
あれ、ギリジャンが下手くそ。ほっ。え、これいける？落ちるんじゃない？これ。嘘でしょ。え、これクリアできないっていうことない？ほっ。ギリジャンか、これも。ほっ。よし、いった。あ、びっくりした。おっとっとっと。嘘でしょ？これ来んの？回復アイテム出るまでこれ貯めるっていう手もあるね、ここで。どう、これでギリギリで。よし、回復アイテムを取りましょう。これでよし、回復してから行くぞ。もう突撃だー。あー、ダメだ。あー、何してんの、逆じゃ。いけいけ、突撃。よーし、結構回復できたぞ。あー、何これ、乗るの。あー、一撃で死ぬパターンかー。ジャンプして、ジャンプね、オッケー。ジャンプして、おー、滑る滑る滑る。何これ、滑る滑る。わ、これ相当むずいぞ。あのコマの上ね、滑るんです。いや、絶対無理だわ、あれ今の。さあ、ここまで来ました、コマのステージまで。いやー、これもう体で覚えるしかないのか。コマがね、滑るんすよね。ひどすぎないですか。一番上まで行ってジャンプ。ほら、滑る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 から、滑るから、滑る滑るから。よしよし、いった。よーし、滑る滑る。あー、ダメ、戻りたい。うおー、下に落ちるところのコマに止まってはダメだね。すぐジャンプしないと。さあ、もう一回いきましょう。コマ下のところは急いでジャンプね。下のところは、あー、またあー、タイミングがなんか取れない。下のところは急いでジャンプ。よし、上のところを粘って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 、上ジャンプ、急いでジャンプ。よし、粘って、そしていけ。よーし、いった、ボス。いや、嬉しい、ラスト一機、ラスト一機かー。なんかこう、お試ししたいよなー。ああ、もうわからん。ガチャ押し、ガチャ押し、いけいけいけ。あ、もういっぱい。避けろ、避けろ、避けろ。ああ、避ければいけたぞ、今。あと一機欲しかったな。また最初からか。ちょっとね、頑張っていきたいと思います。残機1を残して、ボスまで行きたいね。トップマン行こう。やりました、最初の一機でボスまで来れました。いや、もう慣れたね、トップマン。さあ、あいつの動きは一回経験してるからね。ガチャ押しでなんか無敵になる時にジャンプしてくるのをかわすみたいなね。ここはしょうがない。これ、あー、これをかわす。よし、ここじ、ここかわす。あー、タイミング、タイミング、タイミングずらしてきやがった、あいつ。あー、ダメだー。ジャンプでかわすのがポイントだね、あいつの。さあ、今度は体力全開、ちょっとだけ体力、何回かジャンプでかわさないと勝てないんだろうね、これ。あー、ダメだ、ジャンプのタイミング。よし、離れればいいんだ。よーし、やりましたー。まずは最初にトップマン撃破。いやー、疲れたー。
駒なのかあいつの武器は。やりました。 You got トップスピン。パスワードこれ。いやー長くなりそうですねこの戦い。さあ次行ってみようか。そうだね。スパークマン行ってみようか。スパークマン。ビリビリ。レッツゴー。あ、ビリビリ？あれ？ああ、ダメだ、タイミング。なにこれ？なにこれ？ああ、なにこの電源みたいなやつ。面白いキャラだね。くそー。やばい、もう死にかけてる。あ、挟まれてる。いやー、ダメだ、タイミングが。ボロボロだ。さあ早速ちょっとコマのアイテム使ってみようか。あ、これか。これ？ん？何をした今？何なの？よくわからん。やられちゃったよ、おい。もう一回行きましょう。さあ戻ってきたぞ。行くぞ。あらー落ちる。よし。よーし、クリアした。2回目で。よし。ここはあのジャンプのやつで。ほっ。ジャンプ。よーし取った。ナイス。さあ行くぞ。1回目でちょっとボス2体ぐらい倒さないと示しがつかないからね。お、ワンアップ、ラッキー。さあ運が向いてきたぞ。もうボスか、ボスか、これボスっぽいね。ボスっぽくない、これボスっぽくないですか。まだか。おー、ボスじゃないみたいだね。スライディング。あ、これでも体力回復できるね、ここでね。あー、スライディング無理。よし。あ、これ回復できるね、ここでね。よしよしよし。開いた。全然できない、ダメだ。回復どころか全然ダメージ受けてしまいました。あ、またこれ、これに乗った方がいいんじゃないの。あ、乗れないのか、これ敵か、やっぱり。乗れる敵かと思った。あ、途中から。あ、こっから。 OK。 何なんだろうね、これ。これちょっとノーダメージでいきたいな。ダメだ、どうしてもダメージ受けてしまう、ここ。ふー、厳しいね。そしてここですよ。ただでさえあのブロックだけでも苦しいのに、敵が出てくるとやばいよ、これ。はあ、行こうか。あー、やばい。お、助かった。落ちる落ちる、やめてやめてー。うわ、これは相当むずいな。さあもう一回行こう。これジャンプしながら攻撃する、このこういう風にやって倒していかないといけないのかな。いや、やること多すぎでしょ、ちょっと。竜巻使ったらいいんじゃない、それこそ。これこれでジャンプしたらいいんじゃないかな。じゃあ倒せるんじゃない、敵。それ以外使い道ないんだよね、これ。コマ、よし、これでいってみよう。行くぞ。
あ、押した押した。あー、倒したけど反動があるのか。使えねえなさあ今度はもう一回ノーマルでいこうか。ラスト2機、ここで行きたいなあ。あー緊張するな。行くぞ。危ない。あーやっぱりダメだ。むちゃくちゃむずい。あの途中2回目のジャンプした時に敵を倒さないといけないのかな。あの、うーん、行くぞ。危ない。あー届かない。このままでは終わりませんね。他の面行こう。ハードマンにしようか。ハードっていう名前が怖いな。強そう。なんかあの穴に落ちない系がいいなダメージ受ける系でね。開いた。うわー蜂だ。怖い。気持ち悪い。蜂嫌いなんすよね。うわー蜂の巣落とすの。いや何こいつ。あ、これこそあれじゃない。このあれ、どうやって選ぶんだこれ。もう選びづらいな。こうか。あれ、あ、効かないなんだこれ。トップマンのアイテムを何に使うんでしょうね。わからん。ワンアップした。もう蜂は無視して切り抜ける作戦に出ようか。うっふふふふ。これは雑魚キャラとしては最強じゃないこれひどいわ。あ、何？何が起きた今。何なのここ。何これ。うわ怖っ。ほいジャンプ。何これ何これ。もういや、逃げろ。うわ何これ。初めて見た猿。何もしないうちに倒してしまった。ごめんね。何こいつ。あ、嫌いじゃないよこれ。おーおー、うまく避けたお猿さん。あー嘘でしょこいつ。あああれー、やばいぞこいつ。嫌なとこにいるな。あーあーあーあああ、死ぬ死ぬ死ぬ。無視すればよかったねこいつ。いやいや、あ、ちょっと待って、取れない。うん、消えちゃった。踏んだり蹴ったりだ、まったく。あ、またお猿さん。近づかないと降りてこない。いやー、ずるいぞ。何こいつ、ずるいな。うーわ。だいぶ削られたな。お猿ステージだったのか、ここは。あ、工事中、工事中の人ご苦労様。あ、こんな狭いとこで工事中。あ、挟まれる。よし、これは上か下かっていう選択。あ、いかにも下に行ってほしい感じだけど、上から行こうかな。
罠があるんじゃないか。ほら、いい感、初いい感ゲット。これボス戦ではめちゃくちゃ有効だよね。開いた。あ、あっち行けないじゃん。スライディング、ん、どういうことだこれ。あ、こっちから行けるじゃん。開いた、たたた、ジャンプ。進路はこっちだ。これ急げ、スライディングで。あー、急げ急げ、タッチだ。うわ、逃げろ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 、スライディングで逃げろ。よしよし、突破した。落ち、降りろ。おー、ボス戦オッケー。ボス戦までたどり着いたよ。でもあ、なんかノーマルな敵だね。あ、ボス戦からじゃないの。あいつ中ボスか、ボスじゃなくて。せっかくたどり着いたと思ったのに。これ上から行ったらいい感だったよね。上からの方がいいかな。あそこまでたどり着かないといけないんだ。何回も。どうしよう、次の戦いの時いい感使うか、ラスト1機まで残しとくか。チャンスがあれば使う感じでいく。あ、やばいやばい。あ、体力回復した、ラッキー。チャンスチャンス、これチャンスですよ。体力満タン。さあ勝負だ。何これ、 体力ゲージないじゃんこいつの。どういうことなの。おお、何、ボスじゃないんだ。何だったの今の。ロックマンに似てたね、攻撃方法が。あー、くそ。あ、やっとボスですか。イエー。これはラス、この一機は様子見で、ね。最後の一機にかけよう。どんな敵なんだろう。まずは敵を把握することだ。でかいやつ。あ、おー、地震？あ、危ない。あ、弾を2発撃ってきて、あ、足止められる。なんとか弾を避けたいね、これね。これ避ける。あ、避けれない。あー、避けれない。ロケハン終わり。さあ、本番ですね。いい感使うの忘れずに。行くぞ。さあ、真剣勝負だ。一発勝負だ。避ける、避けれない。よいしょ。ああ、避けれないな。避けれないならガチャ押しだ。あ、もういかんか、まだか、まだいけるか。おお、初めて避けた。あー、ず、やばい、もう使おうか。もうなんか怖いから使おう。いかん。よし、これでガチャでいけるでしょ。ジャンプ。いや、かっこいいとこ見せたいね。あー、ジャンプでかわせない。なんだ、まだ、しつこいやつだ。倒せ。よーし、やりました。あー、長かった。本日2つ目のボス撃破、 HA。 なんとか倒せました。ハードナックル。なんか変なアイテムばっか取ってない。ということで今回はここまでにしたいと思います。
2勝2敗っていう感じかな。スパークマンとスネークマンのステージは手強かったね。ちょっとなんか画面この辺りバグってるけど、次回他のボスに挑戦したいと思います。それではまた、さよなら。